当然ストッパーなんでそうなんですが、オリックス代打梶本、初球を打ち上げてのファールフライは関本が掴んでいます。まあ、点差は空いてるんですが、やっぱりこの必勝パターンでしっかりとゲームを締めくくろうというのがありますね。まあ、球児も点差空いて投げれるってあんまりないんですよね。まあ、そういうところではこういうところで何かこう普段と違うこともできるし、試すっていうこともできるし、はい、まあ、これはこれで意味のある登板になるんじゃないですかね。いつもこう1点差とかだと、そうですね、はい、なかなかこう思い切っていけないんですけど、はい、いろんなことが試せるという意味があるというのは野茂さんは感覚としてどうでしょうか。ピッチャーでそういう機会というのは大事なもんなんですか。僕らも先発ピッチャーなんで、はい、こういう時はあんまりないですけど、はい、まあ、自分、まあ、例えば登板感覚空いてたら自分のボールはどれぐらいいってんのかってい いうことでこう、まあ、もう外のまっすぐで、はい、まあ、打たれてみるというか、外のまっすぐで打たれてみる、せないとこう自分のボールがどれぐらいいってんのかこう分かってくるじゃないですか、はい、今みたいに最初のバッターが高めのまっすぐであれだけこう振り遅れるってことは、はい、まあ、そこそこ いってるなとかですね、はい、まあ、僕だったらですね、はい、測るものがあってこそ分かることってあるんですね、はい、まあ、新しく覚えてる球種ね、試せたりもできますしね、はい、あと藤川、実はこの京セラドーム大阪のマウンドがあまり好きじゃないということもね、もともとなんかそんなのありますね、はい、そこ素晴らしいまっすぐで空振り三振、2アウト。9回2アウトまで来ています。交流戦12球団唯一勝っていないタイガース、ペナントレースの流れの中で大きな意味を占めるとも言われるこの交流戦の中にあって出遅れた苦しい5連敗でした。その連敗ストップに向けあとアウト1つまで来ています。代打は森山です。今日の試合は序盤からリードを取ってタイガースが優位に進めました。中村一成のツーランホームランで1点差に詰められるシーンもあったんですが、終盤突き放したタイガース、ここまで6点リードしています。あっさり2球で追い込んでいます。コールの京セラドーム大阪です。バットが出かかりましたが止まっています。今日はマートンに3安打2本のタイムリーが生まれています。関本がタイムリーを放ち、浅井がタイムリーを放ち、大和もタイムリーを打ちました。今日チャンスをもらった選手もそれぞれ活躍しています。先発ピッチャー岩田は6回途中まで投げて結局2失点、その後福原、そして7回は筒井、8回榎木田、そして9回この藤川球児へとピッチャーが変わっています。
6キロのストレートです。まっすぐのボールの、その質といいますか伸びは矢野さん、いや、いいですか。いい意味でこうリラックスね、点差もありますし、うん、リラックスして投げれてるんじゃないですかね。はい、最後はキャッチャー藤井のミットにウィニングボールが収まりました。ようやく抜けた長いトンネル。交流戦6試合目で初勝利のタイガース、連敗5で止めています。8対2、オリックスを下しました。